こんにちは、カパパです。尾瀬ヶ原水場賞23の第1部をねご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてね、今回いよいよ第2部なんですが、SNS や、ね、雑誌等で話題となっている、あの尾瀬小屋グルメと幻想的な尾瀬の美しい夜明けをお届けします。ではどうぞ。半分以上新メニューしてました。あ、もう売れちゃったってこと。おお、すごい。でもステーキもバージョンアップしましたし、はいはいはい、すごいね、相変わらずすごい充実してる。行きましょうか。はい、ちょうどね、もうテラスの真上のお部屋です。ああ、いやー、さっぱりした。あ、これ尾瀬小屋清水。餃子ニンニクの醤油漬け。はいはいはい、はい、美味しそうだな。結構強烈強烈なんで、はい、明日の活力になること間違いないと思います。もう4番目の子供ができちゃいますね。乾杯。お疲れ様でした。タイのカルパッチョ、美味しそうだね。すごいね。わー、美味しそう。もうよだれ垂れてるね、カウンママは。写真撮んないで恥ずかしいから、ね。美味しい。いや、正直言ってね、タイのカルパッチョめちゃくちゃうまいな、これ、うん、餃子ニンニクの醤油漬け。あー、すごいいい香りだな。ダメ、いかない。うまっ。ビール効いたね。うん、効いたね。餃子ニンニクも効いたしさ。これはカママなんていうんですか。これ、うん、ホットナチョス。ホットナチョス。ホットナチョス。アクセントをどこに置いたらいいの。田舎出身だからわかんないんだよ。すごい。これさ、すごい中にさ、ほら、うん、フレークがいる。うん、すごいんだ。うん、トルティーヤチップ。多分。やったんだ。うん。なるほど。うん、うまい。うん、これがトルティーヤ。トルティーヤチップ。このドンタコスみたいなやつ。あ、これがトルティーヤチップ。うん、美味しい。めっちゃくちゃうまい。ビール好きな人にとっちゃ、うん、止まんないね。止まんないよ、うんうん。乾杯。グレッサン。ちょうどね、僕が日の山田からヘリコプターに乗って尾瀬ヶ原に降り立ったのがあの辺りですね。で、そこからね、雪の中、雪の中って積雪3メートル超えてますけどね、ぐーっと来てね、で、まあ、尾瀬小屋さんの方に行ったんですけど、いやはい、すいません、お願いします。おお、すごい。おお、これがそうなんだ。すごいよ、これ。
体冷えてきましたよね。おはようございます。うわあ、いい匂い。すげえ匂い。あ、これ、うん、めちゃくちゃうまいぞこれ。はい、ありがとうございます。また来ます。はい、改めましておはようございます。あの、おぜご屋さんでね、まあ、めちゃくちゃ美味しい朝ごはんをいただきまして、はい、今日はね、下界に戻りたいと思います。昨日はね、あやめ平通ってずっとこう来たんで、帰りはですね、こっちですね、温泉小屋方面行って、東電分岐から東電小屋を通って、東電小屋の先のね、湿原を通ってから竜宮小屋の方に向かいたいと思います。では行ってきます。しょぼいよ、そんなんじゃもうクマ寄ってきちゃうよ逆に。昨日はどうも、いっぱい飲んだんすか。いっぱい飲みましたよ。ご飯をもう10杯ぐらい食っちゃったんです。飲んじゃった。